どこに行ってたんだ。探しに行くところだったぞ、フック。そろそろ家に帰ろう。俺が岩暮らしガニの塩焼きを作ってやる。どうかしたのか。今まで何をしていたんだ。私はお兄ちゃんと一緒に親父のものを盗んだ泥棒を捕まえたんだ。でも親父の探索機はもう壊れてて、私がもっと早く見つけていれば。やっぱり盗まれていたんだな。怪我はしてないか、フック。私は大丈夫だ。親父、探索機がまだ使えるかどうか確かめてみてくれ。これは地髄探針が壊れているからもう使えないだろうな。そっか、ごめん親父、私何もできなかった。どうして謝るんだ。俺のために頑張ってくれたんだろう。ありがとうな、フック。でも親父の宝物が。泣くな、フック。親父の宝物はずっとここにある。なくしたことも壊れたこともない。俺はこの探測機でたくさんの鉱脈を見つけて、採掘チームの労力を減らすのに貢献してきた。その点から言えばこれは確かに宝物かもしれない。だが結局のところ探測機は単なる道具に過ぎない。本当の宝物とは、それを所有する人にとってかけがえのない意味を持つものなんだ。私よくわからない。それでもいい。親父のたわごとだと思ってくれ。いつか必ずわかる日が来る。じゃあ親父の言う宝物は。安心しな、今も元気に遊び回ってるよ。